さあ前田は6回のマウンド。まあ5回は少しかで不運な形での失点になりましたもんね。ただこの回は中軸3人です。先頭バッター3番のゴールドシュミット、3回にはタイムリーヒットを放っています。外いっぱい。屋根今日開いてますからね、はい、途中で開けました ね、うん、最初は閉めた状態でゲームは始まっていました。で外野のスタンドのところには、うん、あの大きなあの扉があって、はい、そこをこう開け放つことで、うん、空気が回りますからね、はい。まあ、この球場の場合は開閉式、雨というよりも暑さ対策のドームです、うん、なんか屋根がもうすっかすかなんですよね、あの軽鉄骨でできてるんでものすごい軽いっていう、はい、うん、あ、ピッチャーライナーどうでしょうか、体に当たった、うわ、前だと、うん、膝の下でしょうか、抑えています。すねってね、細い骨があるんでね、ちょっと力が入らなくなったんでしょうか、まあ、一塁はアウトにしましたが前田健太右っすね、ね、そうですね、軸足です。まあ、それこそね、あの右すねっていうとレフトのレギュラーのイースヤがね、スプリングトレーニングで自打球を右すねに当てて骨折しましたからね、ここはなんとか一塁にアウトにしたんですが、この後倒れ込んでしまいました前田健太。膝膝、うん、でもこれが仕上がれないっていうのは結構、ね、はい、今膝を曲げた状態に、ね、していますが、折れてないといいですね。そうですよね、それそこだけですね。今当たった場所を示していましたが、ちょっと痛がり方がひどいんで、そうですね、骨折の可能性もあるかもしれません。起き上がりますが、ここはもうグランダルの手を借りて起き上がりましたが、手にボールを当てて打撲もね、今年ありましたね、はい、うわー、ダメですね。立ち上がりはしましたが、もう骨折してなければいいなって感じですね。そうですね。これはタンカーの方が、うん、トレーナーの肩を借りていますが、はい、うん、この前田健太投手のこの右足の状態が心配です。6回途中ゴールドシュミットのライナーを膝のあたりに受けました。打球が当たってなんか痺れてるって感じじゃなさそうなぐらい深刻ですよね、なんか。なんとか足をつけながら今はね歩を進めていますが、ちょっと嫌な痛がり方ですね。そうですね、差はね、一つずつこの方を進めていきますが、ベンチに前田健太が下がります。
の JP ハウエルのコールがありましたか。そうですね、チェイスピンドのやつですね、ピッチャーの交代が告げられました。あのこのチェイスフィールドも、はい、あの他のメジャーリーグの球場同様に、バックヤードに下がれば、はい、あのレントゲンが取れる、しっかりとした医務室がありますので、なるほど、はい、このあとすぐ医務室に行って、まあ、レントゲンをまず取ることから始まりますね、はい、でそこで簡易的なものを見て、うん、これはってなったらもうすぐあの地元の病院に行くという感じですかね。なるほど、はい、いやね、ドジャースの先発ピッチャーはね、マッカーシーがトミー・ジョン、うん、でようやく今1回目のリハビリが終わって、はい、で週明け2回目のリハビリがあって、うん、同じ1日ずれのスケジュールで左肩の手術から復帰を目指しているリュウ、韓国人ピッチャーリュウも、マッカーシーとともに今シングル A で、リハビリが始まってるんで、2人とも順調ならば、ダルビッシュが戻ってくるときと同じようなスケジュールを組んでいるので、うん、5回マイナーで中5日の登板を繰り返していって、はいはい、で両者ともに問題なかったらメジャー戻ってくるということなんですけど、うん、まだ 2試合目がこれからなので、これから1ヶ月弱かかりますからね。まだ時間かかりますもんね。だからここでマイケンがいなくなってしまうと、ローテーションのやりくりがまた厳しくなりますね、うん。さあ2人目 JP ハウエルがマウンドに上がっています。今シーズンこれが25試合目の登板です。前田健太ベンチの中でもこれでね、医務室まで行かない、クラブ、特にクラブハウスにも行かないってことになるとね、このイニングは僕のイニングなんで見守っていきますっていうことなんですかね、